記念すべき第10町村目はこちら釜石市でございます。いやーやりましたやりました釜石やりました天心木村のへーという深夜番組がですね6月から始まっておりまして、なんと先週そちらの方で釜石市訪れさせていただいております。しかもそっちは1泊2日でございました、今日はですねどんなロケになるんだろうとさらに深掘りをしないといけないなと思っておりますけども、2週連続の釜石ロケ、さらなる深掘りが必要な今回の旅、新たなええとこには出会えるのか。ようこそ。ありがとうございます。野田市長、どっかええとこありますか？鉄と魚とラグビーの街と世界遺産ありますので、はい、はい、先週僕実はですね、このチャンネルの別番組で、釜石を、深く掘り下げるっていうのをやりましてですね、その大橋は結構しっかり見させていただきまして、じゃあ、あの坑道の中の方にも入られて、はい、はい、だからそこはおすすめしないでじゃあ、あの仙人止水もお飲みになって。もう散々飲みました体の中まだ残ってま す仙人止水があれはすごく健康にいや美味しいですね、はい、あの水、はい、だそれはおすすめしないでいただきたいですミッフィーストリートですね。ミッフィーストリート、はい、ミッフィーがいるんですよ。いるんですか、うん、それを見つけてほしいんです。ところどころに隠れミッフィーみたいなのがいるっていうことですか。それを探しながら、これはあの日本でここしかございませんので。あ、そうですか。ミッフィーストリートというのは もしかしたら世界でもここしかないかもしれません。世界に一つだけのミッフィーストリート、気になるええとこ情報とたくさんのお土産、野田市長ありがとうございますなんか、はい、いろんなものをいただきましたけどもじゃあミッフィーストリートへ。うわ、鉄の街をやっぱ感じる。かっこいいな、このなんか道路と、あれ線路かな。で向こうに工場があって、結構な萌えスポットというかね。え、これは柏川かな。詳しくなったもんやな俺もパッと見てこれ柏川やって分かるっていうんやもん。中心街に到着した木村さん、早速ミッフィーを探してみます。ミッフィーを、はい、ここおるよもう。あ、います、近くにいる。絶対この辺におる。あー、ミッフィーの顔なってないか。キティちゃんますけど。いや、これはこれ罠よ罠これ違うよ。あれ、ミッフィーいますよ。え、嘘、右下。あ、ミッフィーや。あ、ほんまや。え、ほんと？なんかもっと思ってたんと違う。こうか、あ、違う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 。これ違ない。これじゃない。これでしょ。絶対それっすね。今の何よ。違いますあれで、やったあれだと思ってる人結構おるやろな。ミッフィーこの辺にいますか？見たことない。わ、絶対探したい。絶対探す。オランダ大使館の協力で建てられたミッフィー関連の施設やモニュメント、木村さんが必死に探すミッフィーは中心地にあるカフェの路面サインなんです。あ嘘みたいに簡単やった。さらなるミッフィーも求めカフェに向かって歩いていると、不自由や。醤油の不自由ってここなんですか？そうですね、釜石。あ、そうなんですか。ペロってさせてくれへんかな。醤油味噌の老舗不自由醸造さん、木村さんも愛用しているということでご挨拶に。岩手朝日テレビなんですけど、あ、こんにちは。ちょっと不
富士湯醸造は今年で創業120周年。伝統の味は今も愛され続けています。突然の訪問にもかかわらず、木村さんこんなプレゼントをいただいちゃいました。使い勝手良さそうですね、これ。ポケットもあります。ポケットあります。あ、あったあった、ほんまや。本当だ。これミッフィーのあれ入るんちゃう？ちょうどよく入るんですか？これもほら、2人こう入ります入ります。で、藤井さんのやつも入らない。入る入る入る、すごい入る。で、ぴったり。現在仕込み真っ最中の味噌工場へ。これが今日仕込んだ。こんなんなんや、お味噌って、はい。ここからあとどっかの作られるのかして発酵して味噌になる。愛され続ける富士湯の醤油と味噌。しかし長い歴史の中では多くの困難があったそうです。艦砲射撃受けてもう工場なくなった。その時にもう完全に焼け落ちちゃったんですね。大砲はですね、すぐ近くの山にあってですね、そこでこうドンパチやったもんですから、そこから古い会社なんですけども、その古い資料が一切ないんですね。はあ、なるほど。困難を乗り越え受け継がれる富士湯の味、改めて味見させていただきます。甘みがあって、コクがあって、おせんべいにね、塗ってあるお醤油の原型というか、今のは忘れてください。ちょうどおせんべいもありますね。まあ、おせんべいも、やっぱり、はい、生み出したところなんで。ああ、じゃあ本当に、これこっから開けれるようになってるし、あんまり見たことないです、こっから開けれる。いや、あるわ。ようあるわ。ちょっといただきます。濃い味ですね、ちょうどいい。うん、昔懐かしい、はい、ちゃんとしたおせんべい、はい、これ美味しいです。近いですか、はい。全部これこの番組のこのコーナーのステッカーございますんで、アルソックの上に、上に、はいはい、これ何の防犯もあれできませんけどね。はい、ありがとうございました。いただきます。ミッフィーカフェ軌道修正のはずが、なんだこれ。あー、すげー。おー、ありがとうございました。いただきます。改めてミッフィーカフェを目指す木村さんですが、なんだこれ。ファッション、そしてコインランドリー、レトロな自動販売機を発見。チーズバーガー200円や。え、食べれんのかな。お、いったいったいった。お、加熱中。生きてる生きてる。なんというお皿を持ってるんだ。和洋中全部入ってるやん。すごいちゃんとしてる。いただきます。うまい。うん、おいしい。で、このなんか浮世絵見ながら書いてる。この店に興味が出たら入ってみて。この店はとても入りづらい店です。それでも興味がある方は入店ください。試されてるな。試されてますよ、これ。超独特なお店の入り口。恐る恐る店内へと進むと、うわ、こんにちは、お邪魔いたします。こんにちは、はい、あ、ちょっとあの岩手朝日テレビなんですけど、はい、カメラ入ってきてもいいですか。あ、いいですよ。あ、どうぞ。どういうお店ですか。ここはね、もう、今流行りのファッションの服を全部大体扱ってて、19ブランドかな、ブランドが全部安く売ってます。あ、じゃあお洋服屋さんってことですか。そうです、洋服屋です。はあ、たくさんの洋服と個性的な装飾であふれる店内。
震災後町を勇気づけたいという鎌田社長の思いが現れているんだそうです。この辺がバイカーファッション、あ、ごめんなさい、はい、バイクに、そう、バイクに乗るような人たちのこう、のファッションね。この辺がオラオラファッション。あ、オラ、これオラオラ。オラオラ系ファッション。あそこバイカーファッション。そうそうそう、ここオラオラ系ファッション。社長どっちなんですか。で、どっちの時もあるという感じ。あ、オラオラの日もあれば。そう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 。何でも OK だね。あ、何でも OK。そう。せっかくなので一着合わせていただくことに。鎌田社長のおすすめは。かっこいいっすね。似合ってるよ。で、これリバーシブル。これリバーシブルだ。裏も切れる。あ、なるほど。ね、そう、裏無地なんだ。裏無地の。俺今日何しに来たんだよ。俺今日釜石をいろいろ探検しに来たんですけど。よく来てくれたで。いやいや、これ社長、僕、秋までこれ売れ残ってたら買いに行きますわ、これ。頑張って岩手で稼いで買いに来て。いや、本当そうですよ。ね、本当にね、はい。ありがとうございました。はい、どうも。すいません。よかったら本当にスカちゃんは。あ、ぜひ秋にまた。もっと安く仕上げるからね。はい、ありがとうございます。ね、はい。あ、あと一応ここも見てて、この何ガルフィーっていうこのファッション、そういえばガルフィーわかるでしょ、昔ガルフィー、昔ほらヤンキーな人たちが着てたあファッション、最近も、失礼します。いや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 、すごい店でしたね。すごい店ですし、僕は今日ここ何しに来てるかちょっとわからなくなってきたな。そう、ミッフィーを、そうです、ミッフィー、あ、ここや、ええとこだらけのミッフィーストリートでしたが、その後は無事ミッフィーをたどり目的地に到着。ミッフィーに囲まれておすすめいただいてみました。ミッフィーのマシュマロラテでございます。かわいい。めちゃくちゃかわいいじゃないですか、これ。ありがとうございます。なんでこれ口にバッテンってなってるんですか。これ口じゃないんですよ。え、上が鼻なんです。鼻、鼻、これが口なんです。あ、そうなんです。結構鼻と口近いんですね。近いですね。ミッフィーちゃんと、はい、そうなんです。おいしい。ありがとうございます。今日は甘いと思います。そうですか、はい、埋め込まれたミッフィーは全部見つけたことあるんですけど、ミッフィーストリートね、うん、ないです。そう。ぜひ一回ね、はい、歩いてみます。はい、歩いてみたら、はい、結構楽しかったです。絵本や関連グッズが並ぶ店内、素敵なティータイムが楽しめますよ。さて、ミッフィー探しでお腹が空いた木村さん、市役所で聞いた情報をもとに訪れたのが明治時代の蔵を改装した茶房館。モダンな雰囲気の中で大人気の和風スパゲッティいただいちゃいます。山菜と海苔とお醤油ですね。お醤油、はい、あららら、お醤油はどこのお醤油ですか。ちょっとね、この前あの品切れで、あの迷われてるんだったらぜひ藤井さんのやつもありますんで、はい、使ってますよ。ああ、ありがとうございます。引き続きよろしくお願いいたします。和風のお醤油の感じ、はい、ね、海苔とあって、はい、山菜がシャキシャキしててめっちゃ美味しいです。ハマる人はハマってますね。いや、これは美味しい。うん、海苔と合いますね、やっぱお醤油。ありがとうございます。うん、うん、甘酒が隠し味、人気のナポリタンもおすすめです。今回、結構視聴者の方からここ行ってみたらっていうのが来てたところがあって、で、僕も個人的にちょっと行ってみたいなと思ってた場所に来ました。で、今日も多分たくさんあの皆さんあそこ行ったらええよっておっしゃってました。もうあれ背中見えてますけども、はい、大観音、海を見守る釜石大観音、三陸の大絶景が迎えてくれます。こんなロマンチックなスポットも。ゴーゴー岩手の人ですか。ゴーゴー岩手の人ですか。そうです、これ出るよ。嬉しい。だいぶちっちゃいよ。
高いところあんまりね、あんま得意じゃないですね。え、急になんか不安になってきた。うわーうわうわ怖っ。ちょっと待ってよ。いや、ここ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 怖い、ここ怖い。ちょっと待って、そこはいけるかも。頑張っていきましょう。はい、内内歩きで、はいはい、ここまで来れば大丈夫かな。これはあ、しっかりしてる。コンクリートです。うわうわすげえ。うわ下見てもうた。下の人見てもうた。はあ、高いな。へーっていう番組で行った後すぐ来たんで、もしかしたらこう同じとこばっかりになるのかなと思ったんですけど、全然ちゃう感じのがいっぱいあったから、なんかおおすごいなと思って、深いなんか街としてとは思いました。もう中入りたいですよね。なんでここで閉めるの。なんでここなの。